痩せる最強の発酵食品の作り方をお伝えします。あなたは普段こんなことないですか？もうとにかく忙しすぎて、もう食事の準備をするのが面倒で、もう疲れてしまってですね、なかなかできない。なのでこうパッと簡単にこう済ませることができるような、まあ、丼物の単品であったり、あとはですね、まあ、パスタだったりパンとかこうパッとねこう食べて済ませちゃう。で気がついたら糖質ばっかりとって偏ってたなとかですね。で本当はこうバランスよくお野菜もこう取っていきたいのに、なかなかねもう準備がめんどくさい、できない。で結局体重が増えてきているなと気にされている。こんなことないですか？そこでこの動画をご覧いただきますと、こちらがですね、野菜と乳酸菌が同時に摂れるもう最強の発酵食品をですね、召し上がっていただくことで、あなたの腸内環境がどんどん良くなって、痩せ菌といわれる善玉菌がですね増えて、自然と痩せ体質になることができるんです。で今からその材料と作り方とその効果についてお伝えしていきますね。まずこの最強の発酵食品とはこちら、発酵キャベツなんです。でまず材料です。キャベツが1/4玉ですね、4分の1ですね、まあ、約 250g が目安です。に対して、お塩が小さじ1、これだけなんです。簡単なんです。しかもとっても美味しいですよ。では作り方いきましょう。作り方その1、キャベツはよく洗って千切りにしてくださいね。でここでポイント、この一番外のこうグリーンの葉がありますよね、その外葉を取っておいてください。きれいに洗って取っておきます。2、そのボウルに先ほど切った千切りキャベツとお塩小さじ1をこう入れてですね、こうきれいに洗って手でよくこう揉み込んでください。3、ちゃんとですね熱湯消毒をしたあの瓶ですね、保存容器にしっかり先ほどのキャベツをこう詰めていきます。で最後に一番上にですね取っておいた外葉をちょっと畳んでキュッと蓋代わりに使っていただきます。そしてその後しっかりその瓶の蓋を、しましたら、常温でですねそのまま 2,3 日置いていくんです。でそうするとですね、上の方にこうプクプクっと泡ぶくができてきます。そうすると発酵しているサインです。で3日ぐらい経ったらですね、開けていただいてもっと味見して、酸っぱくなっていたら上手に発酵できたサインです。でその時にですね、すぐまだ食べないんですよ。3日経って酸味が出たら、まず1回冷蔵庫で保存してあげるんです。そして仕込みからですね、だいたい10日から2週間、経つともうしっかりと発酵していますから、まあ、食べ頃はその10日目ぐらいなんですが、ただその若いうちの発酵の味もですね、これまたですね美味しいので、まあ、最低でもまあ 8日ですね、8日目から召し上がっていただいていいと思うんです。でも2週間も経ちますと、もうかなり色も黄色くなってまして、味がですねこう酸味が増して、そのこう発酵の過程でいろんな味が楽しめますから、ぜひぜひ時間を置いた味もチャレンジしていただきたいなと思います。でこれはですね、冷蔵庫で保存してから約1ヶ月は持ちますけれども、やはりその煮沸のその容器の状態ですとか、その傷みやすい時期はしっかりと気をつけてあげてくださいね。変に色が変わってたりですとか、明らかに味がおかしい時は食べるのをストップしてください。さあいかがだったでしょうか。この発酵キャベツの良いところはですね、何かと言いますと、こう日頃お忙しくてこうなかなか野菜がねこう取れにくい方とか、こうわざわざ作るのがもう本当に時間がない方、いやー苦手っていう方にもおすすめなんです。なぜかというと、同時に野菜と乳酸菌がセットでこう食べれる発酵食品なんですね。例えばこうぬか漬けとか朝晩こう混ぜるのって結構大変じゃないですか。手間もかかりますし、気をつけないとかびったりするんですけれども、この発酵キャベツでしたら簡単です。
簡単ですし、味も変化が楽しめますし、まあ、一石二鳥ですよね。しかもお野菜と発酵食品が、まあ、乳酸菌が取れてしまうということなんですよね。でまたよくドイツとかですね、ソーセージ有名ですよね。あの時に出るのがそのソーセージの下に引いてあるキャベツはこの発酵キャベツなんですよ。なぜかというとそのお肉料理って消化に負担がかかりますよね。でそのようにその消化に負担をかけてしまうとやはり酵素の無駄遣いになってしまって太ってしまいますから、この発酵キャベツとお肉とかをですねセットで食べることで消化を促してくれることができます。しかもこの発酵キャベツがですねいいのは、例えば朝時間がない時にこうパパッとサンドイッチの具にしてこう挟んで召し上がったりするのもですねいいと思うんですよ。付け合わせにもまあ簡単にできるという優れものなんです。そしてこの発酵キャベツが良いのはやはり腸内環境を良くしているからなんですよね。そう、発酵食品というのは痩せ菌、善玉菌の餌になるわけですから、あなたの腸内環境はきれいに整えば痩せ菌が増えて結果自然に痩せ体質へと変わることができるんです。でまたこの、腸内環境を、まあ、最短で良くする方法の一つとしてファスティングというプログラムがあります。私このファスティングのアドバイザーですので、こちらご興味ある方はですね詳細欄に LINE のリンクを貼っております。そちらからご登録後いつでもご相談してくださいね。さあいかがだったでしょうか。あなたとあなたの周りの大切な方のためにぜひこのお話どんどんシェアして差し上げてください。そしてこのお話が役に立ったなと思っていただけましたら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。